こんにちは、アバブバイクストア須崎です。皆様お久しぶりです。どうもこんにちは。おかげさまで元気にやっております。元気にやっておりますけれども、皆さんご存知の通り、東京都神奈川は、緊急事態宣言が出まして、できるだけテレワークしてくださいね、できるだけこう営業を自粛してくださいねっていう風な感じの通達がありまして、神奈川県の方で、通達みたいなものについてどういう風に解釈したらいいんでしょうかっていう風なことを、いろいろ相談しました。で、営業を自粛したから今どうこうっていう風なところであったりとか、自粛を積極的にしたから保証が出やすくなるっていう風なことでも全くどうやらないみたいなんですけれども、ただやっぱり、まあ、先日お話しさせていただいた通り、やっぱりまあ僕たちの周りの人たちで、感染者を増やしたりとか、そういうふうなところが、どうしても心配がまだ残るところがたくさんありますし、日本人の中ではどうやら、交差性っていうふうに言われる、BCG みんな受けたじゃないですか、小学校の時。あれ小学校だよね、赤ちゃんの時か、赤ちゃんの時か。 BCG っていうのを、受けています。その BCG って実はなんだか、僕もよく分かってないで受けてたので調べてみたら、もう太古からこの病気はあるみたいなんですけれども、結核って言われる、病気のその弱毒性、弱い毒性を持つ結核菌をあえて体の中に投与することで、その体の中で投与したものが抵抗力となってワクチンみたいなものですね、結核にならなくなりますよっていうふうな、要は BCG というふうな、ワクチンをみんなこう子供の頃に日本は打ってるようなんです。で、その子供の頃に、ほとんどの人が打ってるんだよね、これって。年代によってはちょっと分かんないけど、あ、そうか、70歳、69歳のまでの人が打っていて、で、今新生児みたいな子たちは、まだ打ってないっていうふうなところらしいんですけれども、大体の人は打っているようです。で、その BCG の要は、その、結核菌の弱毒性の結核菌を体に入れることで、実はそのウイルス、結核菌を殺すウイルスと同時に、日本人は、交差性って言って、これはまだ科学的根拠があるわけじゃないんですけど、結核菌がどうやらこの RNA ウイルス、コロナウイルスの免疫獲得みたいなものであったりとか、免疫は獲得してないですね、免疫力みたいなものが、若干高めてるっていうふうな話が実は今調べられているそうです。でも実はこれが一番厄介かなって僕は思っていて、要は、不健性って言われる、不健性、初めて聞く言葉なので、これもどういうことなんだろうと思って調べてみたんですけれども、こんな字書きます。不健性、こっちかこっちか、不健性で、この不健性っていうのはいわゆる病気になっても無症状の状態っていうのが不健性って言われるものらしいんですね。無症状だから自分に悪気はないんだけれども全く病気にかかってるつもりもないんだけれども、普通に起きて、味覚障害もなく、コーヒーの匂いも感じつつ、いつもと変わらぬ日常で、ご飯を食べて仕事に行ってみたいなことができてしまう。
人が非常に多いっていうふうに言われています。で、当然自覚がないですから、その人たちにとってみたら普通のことなんですけれども、検査を受けるっていうふうなことにも当然当てはまらないでしょうし、まあなんか非常に、逆の意味で言うと、まあなんかこう集団免疫みたいなものを獲得できているような、形に近いような気もしますけれども、実はその人の周りの人に、リスクの高い人が、いたりすると、人を媒介して、ウイルスを運んでしまうっていう風な状態になるっていう、とってもこう気をつけてても気をつけようがない。だから、今営業を自粛せざるを得ないっていう風な形に、僕たちの方で、会社の方を、自粛営業自粛させていただいてるんですけれども、そもそもコロナウイルスのことって新しい病気のことだから、さっきも出てきた不健性っていう言葉だったりとか、なんかわからない新しい言葉いっぱいニュースとかでも出てきますよね。で、最終的には自分で気をつけていながら、どうしたらいいんだろう、どう立ち振る舞うべきなんだろうっていうふうなところが、確立されていないので、家族ごとで家で過ごそうっていうふうなことになってるんだと思うんですよ。で、まず体力を維持しましょう。美味しいものを食べましょう。お水をたくさん飲みましょう。あと汗をいっぱいかいて、交感神経と副交感神経を、ちゃんとメリハリをつけましょう。あとたっぷり睡眠をとりましょうっていうところが大切なのかなって思っています。わからない言葉の一覧をちょっとこっちのパソコンに書いてあるんですけど、そもそもコロナウイルスって何なのっていうふうなところもお話しすれば、コロナウイルスって1960年、ウィキペディアでさっき調べました、60年にも発見されてて、ウイルスの中では結構大きい方らしいんですよね。ただ大きいとは言っても目に見えるわけじゃない。で、飛沫感染をする。驚いたことに SARS とか MERS っていう言葉、皆さんニュースの中で、聞いたことありますけれども、あると思うんですけれども、 SARS コロナウイルス、マーズコロナウイルスで、今僕たちの頭を悩ませているのは新型コロナウイルス、要は SARS、MERS の仲間なんですよね。で、この仲間のことを大枠みんなが、仲間の中で、その一派の中に、呼び名として RNA ウイルスっていうふうな言い方をされています。で、この RNA ウイルスっていうのは飛沫感染であったり、要はこう自分でどういうふうなところを気をつけたらいいのかっていうふうなところが、やっぱり SARS、MERS の、研究結果から、いろいろとトレースされて発表されているところが非常に多いみたいなんですよね。で、飛沫感染をする、で、その飛沫感染を未然に防ぐためにはどういうふうな対応を取ったらいいのかなっていうふうなところを、ちょっと調べてみたんですけれども、皆さん今、あんまり自転車乗りづらいと思うので、なかなか、乗れていないと思うんですけれども、僕も、毎朝ジョギングしてるんですけど、ジョギングする前にまずお水をすごい飲みます。で、お水を飲んで、で、家を出る前にトイレで、汚い話ですけど、トイレでできるだけ絞り出します。なぜなら、公衆トイレ、公衆のお手洗いを使わなければいけないっていう風なところを僕はリスクと考えているんですね。
なのでできるだけ、自分が、感染しない、感染するような行動を取らないっていうふうなところで安全性を高めないといけないのかなとも思っています。で、どういうことが有効なのかなっていうふうに考えると、先述した通り寝ること、食べること、汗かくこと、お水を飲むこと、このルーティーン、あとたくさん笑ったりとか面白いこと考えたりとかっていうふうなことは常々やってるんですけれども、自分の体の免疫力を高めるっていうふうなことだと思うんですよ。免疫力を高めるためには、有効に免疫力を高めるためにはどうしたらいいのかなっていうこともいろいろ調べてみて、酸素を体の中にたくさん取り込めるようにしなければいけない。で、自分の取った栄養素をできるだけ体に循環させられるような、取り込めるようなことをしなければいけないっていうふうなところだと思うんですけれども、細胞が取り込みやすくするためには細胞膜っていうふうなところから取り込むんですけど、細胞膜って実は油でできてるんですよ。油でできてるので、その油の中でもいい油と悪い油があって、マーガリンとかもう日本の、コンビニで売ってるパンとかには全部入ってるんですけど、ショートニングとかそういうものから取る油っていうのは、細胞膜をめちゃめちゃガッチガチに硬くさせてしまいます。なので、オメガ3って言われるようなものだったりとか、あとオリーブオイル、バター、乳製品から取れるような油、そういうふうなもので、作られている、良質な、オイルを摂取することで栄養素だったり、空気だったりっていうふうなものを取り入れやすくすることができるようです。良質な油で取り入れた細胞膜を、作ることで、その細胞膜から、っていうのが悪い油で取り入れたものに比べるとガチガチにならずに、もう本当に柔らかい状態でいろんな栄養素を取り入れやすく、スムーズに、負担をかけずに取り入れることができるようなんですね。なので、やっぱり取りすぎが良くないのかなっていうふうなところで考えると、スナック菓子だったりとかそういうのもちょっと控えた方がいいのかななんて思ったりもしてますし、できるだけ、食べるものに、注意をしていろいろと意識されると、見えてくるんじゃないかなとは思います。はい、そう、分かんない言葉結構たくさんあると思うんですよね。コロナってなんかこう太陽のこう公募、よく子供が太陽を描くときにこう丸描いて、こう公募をねこうやって描くじゃないですか。ああいうふうな、形をしているからコロナウイルスっていうふうな名前が付けられたそうなんですよ。で、このコロナウイルスのトゲトゲの部分っていうのは、風通しがいいところ、要は風に吹かれたりとかするとそのトゲトゲの部分が全部もろくボロボロボロって崩れてしまうっていうふうなところもあって、換気を良くしてくださいねっていうふうなことが、みんなに、よく伝えられているようです。で、換気、あとは手洗い、要は体の中にできるだけ取り込まないような形をしましょうっていうふうなことを言われているようなので、できるだけこう洗濯だったりとか、しやすい格好で過ごされるっていうのがいいのかなって思ったりしています。で、いろいろニュースの中で出てくる言葉の中で、毎日毎日こう政府の発表だったりとか、ニュースだったりとかで言われるフェーズっていう言葉があると思うんですけど、フェーズっていうのはなんとなく分かりました。フェーズっていうのは要は階段みたいなことですね。何かの段階っていうふうなところで、要は、その段階が1から10ぐらいまであったら、その、段階をちょっと変わっていって、
こう1段階目にはこういうことを注意しなければいけない、2段階目になったら、この1段階目のことはもう1回もうスパッと切り捨てて、もうまっさらな気持ちで2段階目でやらなければいけないことをトレーニングで積み重ねている有識者の人たちがたくさん実はいるようなんですよね。で今、東京は営業自粛、神奈川も緊急事態宣言で営業自粛っていうふうな形になっているんですけれども、ずっとこういうふうな感じではなくて、一応、ゴールデンウィークが明ける5月の何日か6日だっけ5月の6日っていうふうなタイミングまではそういうふうにしましょうねっていうふうなことに今なっています。でこの5月の6日まではお家でできるだけ人に会わずに、特定の人以外に会わずにっていうふうなことの方が言い方として正しいかな、要は家族の人たちと会うなっていうふうなことじゃなくて、できるだけ、長く30分以上を1メートル以内で共有しないであったりとか、そういうふうなことを、一って考えるらしいんですよね。要は、2、3 の言葉のやり取りをマスクなしで至近距離で、よー最近元気っていうふうな感じのことで握手をしたりとか、スキンシップを取るっていうふうなことをすることを1っていうふうに考えるらしいんです。でそう考えるとどうですか、僕たち1に該当しますか？しないよね。うん、割と、僕の声がでかいせいかみんな結構距離を取ってくれるんですよ。で話をする際にもできるだけ距離を取って話をするようにしています。で手洗いであったりとかっていうのも結構頻繁にしてますか？やっぱりそうですよね。手を洗うっていうふうなことについても、共有部分を触るっていうふうなことをした人間はその作業が終わった段階で、手を洗ったりっていうふうなことを常々やっています。で、会社をやられている方がもしこの僕らの YouTube を見ていたら、会社の中にぜひ次の段階で話をすれば、社会活動を復活させなければいけないタイミングっていうのが絶対これから先近い将来来ます。でそれは医療崩壊っていうふうに言われるような、お医者さんとか今看護婦さんとかが一生懸命こう治療に当たってくれていて、自分たちの、命も顧みずに懸命にこうお仕事されてるんですよね。で、そういうふうな方たちにとってみたら、やっぱり当然お子さんもいらっしゃるし、ご家族もいらっしゃる方が一生懸命やられていて、そういう方たちが例えばですよ、 A さん B さん C さんっていて、 A さんは70歳を超えている、でもう重篤化している、で B さんは中等症状の人で年齢が50歳、 C さんは、20歳で、無症状、この中で2人しか助けられないっていうふうになったら、それを選出することをトリアージっていう言葉を使うんですけど、2人しか助けられる人的マンパワーが足らないような状態っていうふうになったら、 A さんは見捨てられてしまいます。本来であれば A さんも B さんも C さんも助けられる命のはずなんですけれども、トリアージして B さんと C さんだけを、助けなければいけないっていうふうな命の選択っていうふうなことをせざるを得なくて、僕たちがそれをできるかって言ったら、まあできないと思うんですよね。
明太くんそれできる？それなりというかもう覚悟が必要ですよね。でもそれの連続よ。ですよね。今万般になっちゃったわけですから。うん。なんかそうやって考えたらそんなもう本当毎日地獄の選択をされるようなあの仕事は仕事で大変なのに、よりそれ以上に負荷をかけるような、選択させるような仕事をさせないために外出しないようにっていうふうなことを今一生懸命、みんなが呼びかけてるんだと思うんですね。ただ次の段階では社会活動を復活させて医療の現場がある程度病床数も確保できて、発熱外来みたいなものが基幹病院の駐車場とかにテントとかで、しっかりとこう区分けされた形で、外来診療が受けられたり、検査ができたりっていう風な状況がある程度整備されて、各地方自治体なんかでもしっかりとここの病院には、ここのでやってますよっていうふうなことがある程度、周知されるようになったら社会活動は必ず復活されると思うんですね。でそのタイミングではおそらく皆さん電車に乗るのが嫌なので、もし自動車を乗られてる方は車に乗って、バイク持ってる人はバイクに乗って、バイク持ってない人は自転車に乗ってお仕事に行かれると思います。地方だと駐車場とかしっかりあの完備されている会社もたくさんあるとは思うんですけど、そういうふうなことがこれから近い将来起きると思います。で、まあ、あの僕たちは自転車を販売している会社なので、あの自転車に乗っていただくのはすごく嬉しいんですけど、ただそこで古もがきするような感じで乗られる方はいらっしゃらないとは思うんですけど、こう少し体温が上がる程度に気持ちの余裕を持って自転車にまたがってゆっくり乗って、こう癒しライドですね、癒しライドをしながら会社でお仕事をされるっていうふうなことが求められてくるのかななんて今は想像しています。なんかそのあたりについてはこれからこういうふうにきっとなるだろうなっていうふうなことを予想しながら、YouTube 撮って、こういうところがやっぱ気になるな、こういうところどうしたらいいかなみたいなところがすごくたくさん溢れてくると思うので、そういうのをちょっとまあ自分たちなりに考えて、YouTube で、お伝えしていこうかなと思います。あの普段は全然違う YouTube を撮っているんですけれども、まあ、これはあの番外編としてこれから何本か撮ってみようかなと思ったりしている次第です。まずは、今日、こうやって、会社に来てみんなと顔を合わせて、あ、みんなのに変わりがないなっていうふうに思えたことにまず感謝するのと同時に、皆様の健康も、ご家族の健康も祈っております。なんとか、もう本当国難というか世界中でこの問題は取り組んでいかなければいけないところだとは思うんですけれども、できるだけ早く収束できるようにいろいろ皆様のお知恵も僕の方にお伝えいただけることがあればいろいろと伝えてください。はい、今日は番外編でわからない言葉であったりとか、これどんなこと言ってるのっていうふうなことについて僕なりに調べてお話しさせていただきました。あの正直僕なんかに言わなくても分かってるよっていう方もいらっしゃるとは思うんですけれども、できるだけ、分かりやすい言葉でお話しした方が
みんなで情報共有できるかなと思ってお話しさせていただいた次第です。はい、まどろっこしい話で本当に大変恐縮ですけれども、アバブバイクビジョンズでした。